はい、ということで今日から新しい社長に就任しましたゆうきです。職場体験で、職場体験だけで社長にまで上り詰めた。なんか文句ある、首吊ろう。ぼっちの冒険。おい、なんすか店長、今日から職場体験の幼稚園児が来るらしい。あ、こげん忙しいのにガキ来たら部長をつけた。食べるな、そがなこと言うな。はい、ゆうきくん、ここは職場体験のパン屋さん、バイ。うわ、パン屋だ。うわ、かわいいなちゃんね、ゆうき気持ちね、ゆうきゆうき。かっさしか、さっきまでの意見はどこに。いやー、てか忙しいけど大丈夫と。まあ、社長には許可取っとうけん。ほんまうちのやりかし社長は何考えたとかわからんばい。店長、会ったことないとですか。会ったこともなかばい。まあ、そりゃお前に会えたくないだろうな。言い過ぎる。とにかく謎に包まれた人物なうちの社長は変な命令言い出して。え、なんか社長から命令されたことあったっけ。いや、俺が無視しただけね。お前ら知らんばってんか。無視すんなよ、無視家のゴミが。言い過ぎる。いや、先生、殴っていい。はい、じゃあ先生一旦タバコ吸ってきます。ゆきくん頑張ってね。逃げた。職場体験できたゆうきです。店長の松田です。失業が心配ばい。大丈夫、まあ、兄さん最初は心配することこれ天才すぎて店長が失業してないから心配だ。なるじゃん、なめん。じゃあまずは挨拶するよ。いらっしゃいませ。シャツただいま全品 30% になってます。勝手に勝手に値下げすんな。あとアパレルみたいな声出すなでしょ。いやいや、注目集めれるやろ。俺みたいな可愛い店主がこんな声出して。マルシア、いやでも一理ある。はい、一応理解できる頭ある。言い過ぎやろ。お前そんな下から上から目線すんな。お、職場体験頑張っとるね。お、お客さん来たよ。このメロンパンってなんでこんなに美味しいんですか。あ、それは僕の愛情がこもっちゃうけんね。マルシア、うわー、いい店員さんだからいっぱい買っちゃおうかな。あじゃあじゃあ、お前には言われてない。メロンパンの裏側みたいなぐちゃぐちゃの顔面が。言い過ぎやだ。ほら、じゃあ今日お前だけでやれや。俺大人げの、お前子供げないけどな。余裕だよ、バレサイコン。どうせね、こげらはすぐ失敗しますから、おいがやったほうがよかです。よっしゃ、今日の売り上げ100万円だ。100万どうやって。このガキ売り上げ100万いった、嘘やろ。いや、まず福岡市の社長たちに可愛い俺が売り込みに行ったら、まあそりゃ売れるやん。なるじゃん。ついでに子供たちにパンをプレゼントできる権利というのが、まあ10万円で売ります。人売ったのか。で、近所の子供たち100人パンを無料で配ります。無料で、それじゃ売り上げが届かないよ。じゃあ、まあ子供たちっていうのは、もう家に帰ったらママに話しますよ。そしたらママがお礼として買いに来る。そが売り上げが立つという。くそ、このガキ商売の才能ありすぎんだろ。まあ、先生に教えられた通りやっただけたい。ちょ、店長、なんで泣き音。こんなの初めて。ガキに負けたのが悔しいんですか。違う、ごめんね。うさぎ泣き音ちゃうと。ラーメンつけ麺ブスでごめん。オッケー、だらけ言いすぎろ。違うわ。いや、この店やっててこんなに売れたことなかったから嬉しくて。なあ、あなたは才能なさそうですもん。ちょ、先生、殴っていいのこれは。この子に店任せた方が嫌ないと。そうやな、職場体験の期間だけでもこの店を頼む。僕絶対にこの店の売り上げ爆伸びさせちゃう。よかったね、ゆうきくん。大柄君は店長だ。いや、職場体験やぞ。職場体験適当にパンとか作らせとけばいいんよ。店長を任せる。体験させすぎやって。いや、絶対ダメじゃん。ダメだな、この子に店長を任せる。ガキが店長とか俺絶対言うとメンバー。食べるな、黙って僕と申し訳。俺はあなたについていきたいんですよ、モッツァン。食べ。ああ、そう。俺はこのガキの下になるってことやろ。絶対嫌や、そんな。新店長の誕生だ。わーいわーい。お、お、ユウも一応祝い。おいわーい、店長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 の冒険。おい、なんか裏切られない。すみません、お前メロンパン何個焼いたの。50個です。全然足りねえよ。いや、申し訳ございません。全然足りねえよ。いや、申し訳ございません。全然足りねえよ。いや、申し訳ございません。はい、全然足りねえじゃん。おいや、全然足りねえじゃん。レッツゴー。全然足りねえじゃん。あ、全然足りねえじゃん。あ、全然足りねえじゃん。いや、真面目に、うん、マジで足りない。いや、そうっすね、すいません。あれがいけなかったやろうな。まあ、強いて言うなら、あなたの教育ですね。教育、教育、教育、試験、試験、試験、教育、教育、教育、試験、試験、試験、教育、教育。もうごめんちゃ。前も前かかい。いや、でも。いい意見変えよ、ほら。くそー。はい、ゆうきくん。先生が教えたこと覚えてるかな。覚えとうばい、ちゃんと。よし、じゃあ今日も頑張るんだよ。そうだ。
あいつに腹いせしちゃろ。あ、じゃあ先生、タバコ吸ってくるけんね。ちょっと客としてパン買っていいか。おお、ゆきくん、お客さんだよ。ぼっちの冒険。おい、てめえ。職場体験中です。いらっしゃいませ。さっき買ったパンだけどよ。あ、戻ってきたんですね。なんで戻ったか分かった音や。俺と話したかったっちゃう。なるじゃん。お前から買ったパンになんか入っとったっちゃけど。ああ、カリスマ性。なるじゃん。毛が入っとったわ、毛が。見えんちゃう。これだよ。この小さな毛。違う。え？いや、チゲ。お前のだろ、どうしてくれんだよ。いや、俺、まあ、チゲ入ってない。え？ああ、チゲ。考えもいい。とにかく言うこと聞け。なんで？店では誰が神様かちゃん。ああ。俺。なるじゃん。お客様が神様。とにかく返事しろ！わかったっちゃ。そんなもんやねえか。おい！は？何してんだ！ええぞ、おせ！恥ずかしくないか、幼稚園じゃ相手に。それは。嫌なことあったっちゃ。おっちゃやけん。一緒に飲もうや。いや、飲むって幼稚園児が。いいけん、飲むぞ、ちゃん。来い！俺、何してんだ？クレームして、すいませんでした！あ、いらっしゃいませ。え？嘘やろ？嘘嘘。先生習ったたい。上に立つ人間は、まず従業員幸せにせえち。ありがとう。実はモツに怒られて、むしゃくしゃしてて。この会社パワハラ禁止のはずなんやけどな。あの虫に駆除する。最後のやつ。先生怖いですよ。半分冗談やって。じゃあ半分 OK。まあ、とにかく、ありがとう、新店長。はい。いちこったい。一生ついてきます。どっちの冒険。はい、ということで今日から新しい社長に就任しました、ゆうきです。職場体験で、え、職場体験だけで社長にまで上り詰めた。なんか文句ある、クビするよ。あ、すごいじゃん、ゆうきのネタ。なんでそんな感じなの。いや、テストでいい点取ったぐらいのテンション。社長、おめでとうございます。社長、何があった、認めないやなかった。社長、ここはパートいっちゃいますか。じゃあさ、いいね。じゃあ比べいきましょう。社長です。いや、そんな幼稚園じゃ比べるのダメやろ。おお、やばい、この曲やばい、おい、みんな行くぞ、おい、せーの。いや、無理すぎる、乗れって乗れって。おい、こんなミスリードとかなんか。あ、終わっちゃった、乗れか。ちゃちゃ、あの子の役ですか。いいね、ちょ、お、ゆきくんいいや。でも姉ちゃん、この後さ、家でお返しもらう。お母さんと一緒。いや、ネトフリー見たみたいな感じで略さ。ちょっと飲み足りてないんじゃないですか、シャチャー。飲もうぜ、飲もうぜ。オッケー、じゃあ、ゆきくんにしょっと3杯死んじゃうよ。持ってきましたよ、シャチャー。おい、これがこいつらにとってのショットだよ。おい、ね、おつらい、お前さっきから文句あるんか、お前。ああ、すいません。おい、飲め、お前、はい。はい、せーの、持ってきましょう。ちょっといいとこ見てみたい。はい、飲んで1億円達成しました。マジか、やりましたね、社長。おい、勝ちか。でも、そうだ、俺の職場体験期間は今日までだ。社長、社長。おい、こいつおらんくなったらこの店売り上げバリ落ちるじゃないか。そうやな。社長、行かないでください。めんな、助けてやれなくて。どうするんだよ、これから。俺ら失意がしちゃうんじゃ。いや、大丈夫だ。先生、同意したことですか。お前らは本当の社長に会ったことないんだろ。まあ、そうですね。実は俺なんだよね。嘘やろ。確かに何か社長って、先生めっちゃタバコ吸いに行ってましたよね。そう。しかも勇気もたびたび前世に教えられたっちゅうたし。そうだ、お前ら俺が命令をしたって聞かんかったやろ。やけん幼稚園児を送り込んだって。そういうことだったか。こいつの経営は全て私の命令、つまりこれからも私の命令を聞いてればこの店は大丈夫なんだ。やったー、社長危ない。まあでも、ここの会社潰れないんですけどね。おい、大丈夫だよ。OK です。こっちの冒険ミンヤツダロバー。